はい、すいません、大変お待たせしました。本日もメットライフドームにご来場いただきまして誠にありがとうございます。今年はライオンズ40周年ということでレジェンド OB の方をお招きしてさまざまなトークショーを実施しております。本日の、レジェンド OB ゲスト山崎博之さん、柴田康光さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。後ろの方聞こえていらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。早速なんですが、すいません、はい、山崎さん、柴田さん、ちょっとまず一番最初にお願いございまして、まあ、本来では経歴、まあ、私の方が説明させていただくんですが、今日は山崎さんから柴田さんがどんな野球選手だったか、柴田さんから山崎さんがどんな野球選手だったか、ちょっと ご紹介いただいてよろしいでしょうか？わかりました。柴田さんとは同時入団、ライオンズがこの所沢へ来るという時に一緒に、キャンプ練習しましたんですけども、とにかく私オリオンズから西武へ移った年なんですけれども、当時伊豆の下田で、キャンプをしたんですけども、柴田っていうのはめちゃくちゃボール速いぞっていうような話で、まだキャンプもやっと打ち出した頃にフリーバッティングを彼が放ったんですね。で当時野村克也さんと一緒に、こんな速い球を放られたらフリーバッティング始めて間もないのに打てないよな、バットに詰まったりなんかすると手が非常に痛いもんだから、フリーバッティング打つのが嫌だったぐらいボールが速いピッチャーでした。それが柴田康光さんです。剛速球で剛速球ピッチャーだったということですね。はい、じゃあ柴田さんから山崎さんをご紹介いただいてよろしいでしょうか？僕から見る山崎さんは、まあ、本当に野球に対して真面目な人、まあ、すごい練習もよくされてましたし、僕より11ぐらい上なんですけど、まあ、僕たちが野球や練習やってる間ずっと一緒にやってました。そしてまあ山崎さんに投げたり投げたりして、次もう山崎さん大ベテランで、それでもうすごいいろいろお世話になったのがありますね。そしてまず山崎さんに一番最初言われて、柴田米ばっかし食ってんじゃないぞ、米ばっかし食べてんじゃないぞ、はい、僕米大好きだったんで、米大好き、はい、米ばっかし食ってんじゃないぞ、もう少しいいものも食えよとか言われて、はい、わ、はい、かりましたって言って、はい、すっかり忘れてますね。そういう感じでよく勉強させていただきました。はい、まあ、プロというのはこういうものだよっていうのを教えていただいたも山崎さんというような。そうですね、まあ、食生活を気をつけろっていうようなことですね、はい、食生活には気をつけろと、はい、いうようなアドバイスもいただいたということですね。はい、ちょっと OB の方皆様にお聞きしてるんですが、ちょっとお二人にお伺いしたいんですが、ご自身の野球人生の中で一番誇りに思えること、山崎さんちょっと教えていただきたいんですが、どのような、はい、まあそうですね、野球に真面目に取り組んできたこと、まあプロだから当たり前なことなんだけれども、常に、まあ、自分の子育てもそうだったんですけど、はい、今やってることに一生懸命にやれと、はい、誰しも失敗はあるんだけれども、はい、一生懸命やってたらそこには周りが許してくれる時もあると、まあ、そんな感じで子育てと一緒でしたね、はい、とにかく一生懸命にやると、人間できるのはそれだと思うんですよね、はいはい、で結果は後ですよ、はい、野球を一生懸命やったというのはご自身の中でも、はい、まあ、それが20年、はい、現役ができたんだと思うんですね、はい、20年間現役生活で2081本ということで2000本も達成されております。柴田さんは野球人生の中で一番誇りに思えることはどんなことでしょうか？まあ、一番最初に16年ですか、はい、16年間野球がプロ野球でできたということですね、はいはい、まずここに西武ライオンズに入ってくるとき、はい、3年持たなかったら帰ろうとか、そういうふうな感じの気持ちで来てたもんですから、はい、まあ、西武ライオンズで5年間座らせてもらったんですけど、はい、まあ、1日2時間ぐらい、2時間3時間監督付きっきりでピッチングしたりとか、まあ、そういうふうなのにも耐えれた体を作ってもらった、まあ、両親にも感謝しないといけないかなと思ってます、はい、ありがとうございます、はい、
あの先ほど話しましたが、はい、ありがとうございます。79年のお話から振り返ってお伺いしたいんですが、ちょっとその前に山崎さんはロッテから入団されましたので、はい、まあ、福岡にあった時代のライオンズとも対戦をされてたと思うんですが、ええ、福岡時代のライオンズどんな印象をお持ちですか？そうですね、私がプロの選手になった時に、はい、まあ、ライオンズっていうのは西鉄ライオンズという時代だったんですね、はい、それから、まあ、太平洋クラブだとかクラウンライターだとかっていうようなことを経て、現在の西武ライオンズになってるんですけど、ね、はい、その当時は平和台でね、福岡の平和台で、はい、非常に九州の各地から観光バスを仕立てて、その観戦に来るということだったんですけども、はい、それから、まあ、少し低迷した時期がね続きましたけれども、まあ、印象は非常に野球に対して熱い土地柄だなというのが印象ですね、はいはい、熱い土地柄の福岡のライオンズがところで移ってということで、79年、まあ、2人同時に入団されているんですが、柴田さん、ライオンズに入団された際の、まあ、新人としてライオンズに79年に入団されたんですが、その時の印象、覚えていることをお話になりますか？まあ、その年の一番印象に残っているのは、まあ、田口さん、山崎さん、あと野村さん、はい、太田拓司さん、はい、東尾さん、はい、もうこういうふうな大ベテランがおられまして、はい、こういう中でやっていけるのかな、はい、っていうような感じが一番最初に走りましたね、はい、やっぱりスター選手もいらっしゃるし、ベテランの選手もいらっしゃって、まあ、よく今までテレビで見てた選手と一緒に野球やってるというような状況を。そうですね、もうテレビの中の人と一緒に仕事ができるというような感じで、はいはい、まあ、心の中ではすごい、はい、ワクワクしてましたね、はい、山崎さんはライオンズに入団して79年、はい、まあ、地元の埼玉の球団に入団されたんですが、はい、79年のライオンズ、どのような思い出をお持ちでしょうか？一言で言うと、はい、寄せ集めと言われたんですよね。寄せ集め、ね、はい、それで、まあ、開幕から十何連敗、はい、12連敗に分けたんですね、はいはい、で私がちょうどその、フロリダだったかな、キャンプの時が、はい、それでオープン戦でデトロイトタイガースの 3A のチームとゲームしてて、はいはい、頭のところにボールが来たんで、避けたんですけども、はい、バットと、はい、ボールの間に親指を挟んで骨折して、それで開幕に全然間に合わなくてね、はい、ずっとこう家でテレビ見て、もう負けてばっかりでね、もうイライラしながら、はい、まあ、家でテレビを見てたんですけど、はい、まあ本当になんか勝利っていうことに対して執念がないような、ね、そんな感じがしました、はい、特に若手がね、はい、山崎さんから若手に喝を入れたこともあったというようなお話をしているんですが、はい、ありました。それをね、はい、故障から治って、はい、まあ、試合を出て、はい、そして負けて6回室上がってきた時に、はい、若手がですね、その洗濯物をカゴの中へ入れとくと翌日きちっと洗濯されたものが出てくるんですけれども、それを誰が持っていくかという若手が何人かでジャンケンをしながら、その洗濯物を洗濯カゴへ、入れようということで、負けてロッカー戻ってきてジャンケンしてケラケラしながら、やってたのを見てですね、お前ら負けて悔しくないのかということでどやしつけたんで、そこから若手に、煙たがれました。いや、煙たがれではないと思うんですけど、いろいろ記述を見ますと、まあ、根本さん当時監督だったんですが、まあ、スター選手もちろん若手の見本になる選手を集めて、まあ、チームの手本とするようにしたというようなありました。まさにそういった部分、山崎様にライオンズ期待した部分かなというふうに私は感じているんですけど、幸いロッテ時代もシリーズ出て、まあ、勝ってますけども、西武でも2度出て、ロッテの時も2度出て、4回日本シリーズで3回優勝してるんで、やっぱりその優勝の味っていうのが分かってないと、まあ、ああいう若手でこう甘いのかなっていう風な感じがあったんで、はい、ちょっとドヤしました、ね、はい、もう若手の見本ということで、はい、そういった部分も非常に期待した部分かと思うんですが、柴田さんは入団されて、まあ、剛速球ピッチャーとお話をされてましたが、主にリリーフをの役割を
されてたというのをお聞きしてるんですが、そのラウンド試合はどのようなこう役割というか、どんな場面で投げる場面が多かったんでしょうか。まあライオンズに入って1年目、2年目、3年目、5年間いましたけど、はい、まあほとんどがリリーフ、リリーフ、はい、はい、まあそれも敗戦処理、敗戦処理的な部分が多かったですね。敗戦処理、あとは中継ぎのロングリリーフ、ロングリリーフ、はい、はい、まあ中継ぎでなんだかんだ言いながらリリーフだけで90何イニング投げましたんで、はい、まあその時はやっぱり案外と過酷に使っていただいたかなと思いました、はい、それでやっぱりこういう風なチームを支えるのは多分スーパースターだけじゃなく、あのその他に集まってるあのやっぱりそこを 下の方でやっぱり頑張ってくれてる人たちがまたあの裏方みたいな感じで、あの縁の下であの力持ちみたいな感じになるんじゃないかなと思いますね。先発だけじゃなくて、やはり後ろを投げるピッチャーもしっかりチームを支えているというようなことをお感じになられたということですね、はい、そうですね、はい、やっぱり先発ピッチャー打ち込まれると 次の日も次の日も、ゲームで勝つ人が投げるわけにいかないんで、はい、その谷間みたいな、はい、やっぱり谷間で先発したりとか、そういうふうな時にやっぱり少しでもイニングを投げて、チームに貢献したいなというのはよくありましたね、はい、やっぱチーム、やっぱこのポジションでもチームに貢献したいというようなお気持ちで投げられたということなんですけども、ちょっと山崎様にお聞きしたいんですけども、はい、まあ、プロ生活で全ての打順を経験されたと。そうですね、いうような、はい、1番から9番まで、まあ、ロッテ時代ですけども、日本シリーズで、ロッテの時に同様でアルトマンという選手がいたんですけども、はいはい、彼は夏場から病気で帰国してたんで、日本シリーズでも4番を打たせてもらったこともあるんです。ライオンズは主に、まあ、2番、1番、6番、そうですね、はい、つなぎ役が多かったですかね、はいはい、私いろんな、まあ、OB の方とお話しする機会あるんですけども、やはりすごく感覚っていうのを皆さん持ってらっしゃるなというふうに感じるんですけども、山崎さんの打撃の極意、ちょっとざっくりなんですけど、どういう、はい、僕は極意というほどのもんじゃないですけども、自分のバッティングはこうしたら、まあ、不調になった時にどういう練習をしたら、まあ、元に戻りやすくなるかなっていうのが分かりだしたのが10年ぐらい経ってからでしたね。プロ10年目、はいはい、それはちょっと具体的にどのような、もし助かりなければ、うん、まあ、バッターは共通していることが、どうしてもボールに対して体が開くとか、はい、それから振りが鈍い、だからそこは原因としてそのフォームの崩れなのか、体が疲れてて振りが鈍くなっているのか、その時によってその練習方法を変えてましたね、はい、調整方法のやっぱりその部分で、そうですね、はい、体は疲れてないんだけどな、かこう体が切れないというような時っていうのは、まあ、外野でピッチャーがランニングをしてるんで、そこへ入っていって、はい、何度もこう短いダッシュを繰り返したりなんかして、はい、この体のキレを作っていったんですね、はいはい、まあ、あとはもうフォーム的にどうしてもタイミングがうまく取られて体が開くようだったら、緩いボールを、まあ、落合選手がね、昔やってたように、はい、緩いボールを引っ込んで、呼び込んで、呼び込んで打つというような練習で、ためを作ったりなんかはしてましたよね、はい、守備の方でもゴールデングラブ3回受賞されているんですけども、はい、まあ、守備の方は、まあ、セカンドが、まあ、ショートで入団してあまり上手じゃなかったから、3年4年目ぐらいにセカンドコンバートされたのだったんですけれども、まあ一塁への送球の距離も短いし、それから、まあ、非常にこう面白いポジションなんですよね、セカンドっていうのは、まあ、ある意味キーマンになる、内野のキーマンになるし、そういうところで、面白さがセカンドっていうのが出てきて、それからまあランナーいない時のセカンドっていうのはそんな難しいことはなくて、まあ、キャンバス入りの頃、今日も楽天のセカンドが逆シングルで取って、ジャンピングスローで殺してましたけども、ああいうのが見せ場ですね、うん、はい、ありがとうございます。柴さんは、まあ、東京の国をお伺いしたいんですけども、ちょっと先ほどお話ししました、どちらかというと、まあ、ラウンズからファイターズに移籍された後に
ちょっと投球の極意をつかんだというようなお話をお伺いしたいんですけども、それはまあどのようなきっかけで、どのような、まずライオンズで、はい、培ったこの肩の力っていうのを、はい、試せる時が、日本ハムに行って、はい、投げる機会をいただいたというのですね、はい、そして投げる機会をいただいたところで、僕たまたまこの人差し指をドアに挟んで、キャンプの一番最後に、それからいい時投げれない時期がありまして、でこれを投げるのにどうしたらいいかなという時に、今まで一生懸命上から投げてたものを少しスリークォーターに変えた、はい、でスリークォーターに変えたということで、体の動きが本当に良くなりました。まあそのスリークォーターに変えようとした一つの原因というのが、僕としては中西太さん、はい、はい、中西太さんが近鉄のでフリーバッティング、バッティング、ティーバッティング一生懸命教えてました。はい、だその時に腰をレベルに回すんだよ。で腰をレベルに回すということはこういうふうに回すんですけど、そしたら腕もそれについてくるからっていうふうな感じの教え方してあったんですよね。でそれでそういうふうなのを しようとした瞬間に少し腕が下がったっていうような感じで、逆にコントロールが良くなって、でコントロール良くなった後に、やっぱりコントロール良くなった代わりに今度球は遅くなったんですけど、キレが良くなった。キレってボールのキレっていうのはやっぱり148とか9とかで出ても150いくつ出てても、やっぱり最終的にバッターが打とうとするときにどれだけ伸びる球を投げれるかっていうのがキレだと思うんですよね。そのキレを一つでも1球でも2球でも多く投げれるようにっていう練習を一生懸命やりましたね。そのためにピッチャーとしてすごい下半身の動きをすごい毎日毎日鍛えて練習しましたね。の、まあ、きっかけをつかんだというか、スリークォーターになることによって、やはりご自身の、まあ、投球の極意をつかんだということですね。はい、まあ、スリークォーターにしたということで、はい、今までまっすぐとカーブだけとか投げてなかったんですよ、セーブライオンズの時、はいはい、ただ速いまっすぐ、そしてまっすぐの後にカーブ、この2種類だけで、はい、5年間やったんですけど、はい、ちょこっとボールを腕を下げたということで、そこでスライダーとシュートを覚えて、はい、ただピッチングの幅っていうのが今まで2通りだったのが4通りになって、それでまたピッチャーとしての幅ができたんではないかなと思います。投球の幅が広がったということですね。はい、柴さん、ノーヒットノーランも達成されてますけれども、はい、ちょっとその時も、まあ、ノーヒットノーランした時はすごい調子悪くって、はい、で調子悪いんでどうしようって、まあ、少しずつ考えながら投げないとダメかなっていうような感じだったんですね。でたまたまそういうふうな感じで回が進んでいって、で5回にフォアボール出して、でその後ゲッツーで取って、まあバッター自体は27名で終わったんですけど、まあそれもうすごい記憶にはもう残ってるんですけど、その1週間後の方がもっと記憶に残った。1週間後がですね、はい、まあノーヒットノーランした試合は野茂が出たんですけど、はい、野茂英雄、そして1週間後はライオンズ、はい、渡辺久信、はい、今度渡辺久信自体が今度延長10回ぐらいまでノーヒットノーランしてました、はいはい、たまたま僕投げてて、はい、そしたらこれはやばいな、1週間前にノーヒットノーランしたばっかしなのにそう簡単にさせるわけにいかないなって言って、まあヒット1本打たれるまでは頑張っとこうって思って投げてたんですけど、はいはい、まあ結局延長11回に久信が打たれまして、
そしてああこれで俺の役目も終わったなみたいな感じで思って12回に行ったらポンポンとヒットを打たれて点数2点取られたライオンに負けたんですけど、はい、その試合はすごいあの記憶に残ってますね。印象に残ってらっしゃいます。はい、あの柴さん、イチロー選手に強かったというようなお話もお伺いしてるんですけども、まあイチローに対してはまあヒットは打たれてないんですけど、はい、まあ逃げていくような感じで行くと必ず捕まっちゃう、はい、まあイチローにこうかわそうかわそうとすると多分 99% 打ち返されると思うんですよ。それを一つ僕は考えたのがスライダー、はい、スライダーを胸元に投げる。僕はその時高速スライダーって言ったんですけど今はカットボールですね、はい、あの今流行りのカットボールをその時は高速スライダーで投げてたんですけど、まあそれでよく打ち取ってショートゴロとかそういうようなレフトフライ、はい、そっちの方に詰まらせて打て、あの打たせることができましたね、はいはい。まあ、92年93年ちょっと調べました。私の調べたところによると10打数0安打1本も人打たれてないと、イチロー選手に打たれてないということで、まあ、3割打つバッターですから、まあ、それを0本に抑えたということで非常にイチローに強かったという話もちょっと私の調べでは、はい、あの記録として残っております。はい、ちょっとライオンズのまた長谷さんお伺いしたいんですが、ライオンズ時代、はい、思い出に残る対戦相手、エピソード、チームメイトと何か思い当たることがございましたら。あんまりそういう印象はないんだけれども、はい、根本監督時代に、はい、一番にタイロンという、タイロン、はい、ね、あのライトを守って俊足で、はいはい、それで私が2番で根本監督から U2 で自分のいいタイミングでヒットエンドランを出していいよと、はい、で私からあのタイロンに次のネクストボールをヒットエンドランというようなサインを出して、はい、結構その自分が感じているものがあるからその成功率は非常に高かったなという感じですね。はいはい、1、2番コンビ のタイロン選手とのコンビネーション、はいはい、あの柴さんは例えば思い出にできる残る対戦でチームメイト、ライオンズ時代の、ライオンズ時代ですか、はい、まあライオンズ時代というより僕は対戦相手として日本ハムに行った時に、はい、やっぱりね、あのデストラーデ、はい、まあデストラーデは一発間違うとホームラン、はい、その人を三振に取るのがもうすごい楽しみで、あ、楽しみで、はい、まあ一生懸命ね、あのインハイにあの高めのスライダーを一生懸命投げたのを覚えてますけどね、はい、まあ、ボール球を投げてるんでそれを振ってくれないとあの、まあ、フォアボールになっちゃうんですけど、はい、まあ、本当デストラーデはすごかったですね、はい、かっこよかったよね、はい、うん、あの、はい、こうね、あのブーンとポーズもかっこよかったんですけども、はい、私もあのすごく覚えてますけども、はい、またこの、あの、長谷さんお伺いしたいのは、この、まあ、今、メットライフドーム、旧西武ライオンズ球場、はいはい、なんかこの球場で思い出に残っていることっていうのは、おありになりますか。球場で思い出、はい、ここの、まあ、ベストゲームというか、この、ここの試合でも結構ですし、あんまりね、夢中してやってただけで、はい、これはっていうのはないんだけど、確か、逆転サヨナラホームランっていう、満塁だったかな、はい、それがあった時、はい、対戦相手もちょっと覚えてないんだけれども、はい、家内が言うにはそのあんまり家にまでその仕事のことを持ち帰らないんだけれども、はい、非常に嬉しそうな顔をして帰宅してきたということは、はい、あの何度かやれたことがありますね、はい、その逆転サヨナラを打った時、はい、逆転サヨナラ、はい、満塁だったと思うんですけどね、はい、その、まあ、試合が印象に残って、はい、柴田さんはこの柴田さんこの球場で印象に残っていること、まあ印象に残ってるっていうのはもうまあ、初めての日本シリーズ、はい、あの中日戦だったと思うんですけど、まあ、その時僕は2回か3回ぐらいから3回の初めぐらいからあの途中から投げたと思うんですけど、まあ、その時三振とかパンパンと取ってで行ったんですけどフォーボール出してでいきなりボークして交代っていうのがね、まあ、すごいね、今の中でも
その防具に対してね、なんでこんなところで防具しちゃったんだろうっていうね、思いがありますね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとお話の方もお付き合いして、ちょっとそろそろ時間の方も迫ってまいりましたので、はい、最後にちょっとライオンズのファンの皆さんにメッセージをいただいて、はい、まあ、締めとさせていただきたいんですけども、はい、また何かそれ以外にも何かこうご自身の中でファンの皆さんに伝えたいことありましたら、ちょっとお伝えいただきたいんですか。はい、まあ、今日からこのメットライフで6連戦という、まあ、皆さんも非常にやきもきしていると思うんですけれども、非常に大事な6連戦ですよね。明日からソフトバンクと戦うし、それでファンの方もよくそういうところを分かっててですね、まあ、今年この西武球場に30試合以上が応援に駆けつけて、今日からの6連戦全部チケットを抑えたという不安が、この中に稲城から来てる方いますか。稲城から、梅原さん、梅原さん、これな、もあのネタ元を言いますと、私の姪っ子の同級生が、名前まで言っちゃって悪いんですけれども、ひろゆきと、はい、梅原ひろゆきさんという、はい、36歳だと思います。そのお父さんが、お母さんがライオンズファンで、はい、で、まあ、私のファンでもあったらしくて、はい、ひろゆきという名前を息子さんにつけたという、こういう話があるんで、明日の6連戦またしっかり応援してください。優勝ということがもうみんな気になると思うんですけれども、明日からのソフトバンク戦、まあ、2勝1敗なら御の字というところですね。もう連敗だけしなければいいと思います。それから月末の27日からまた3連戦がありますけれども、これもこのメットライフでの試合ですから、まあ、血のりという意味でも、まあ、対ホークスに残り7試合残ってるんですけども、まあ、4勝3敗なら OK、 3勝4敗でも OK と、あとは今日のような取りこぼしをしない、今日のようにしっかり勝つということがあれば、10月の頭ぐらい上旬には美酒を飲めるかなという感じがします。はい、ありがとうございます。じゃあ柴田さん、すみません、ファンの皆様にメッセージを頂戴できればと思います。まあ、僕から言うのは、もう久しぶりにライオンズの優勝に突き進んでます。だから皆さんたちの一人一人の応援が選手の力にもなると思うんで、皆さんも全員で力を合わせて、優勝という二文字を掴み取れるように、応援よろしくお願いします。はい、山田さん、柴田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上もしまして、本日のレジェンドオブトークショーを終了させていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。